またまた初参戦の選手がやってまいりました。木月葵ガトークーニャンからの参戦になります。はい、さあ吉田さん、このまず木月選手なんですけども、はい、どんな特徴がありますか？そうですね、あの彼女は、まあ、高校生なんですね。そうですよね、現役高校生なんですよね。はい、で渡辺直と同級生、はい、同年代、はい、で確かデビューも同じだったんですよ。なるほど、キャリアまでが一緒だと。でその頃にぜひとも出てほしいっていうのを思ってまして、はい、ただ彼女が膝を怪我をして、はい、ちょっとそのタイミングが逃してしまったっていうのがあったんで、はい、でも今膝も治って元気に戦っているので、はい、そうですよね、はい、いやもうこの元気印という言葉がね、すごいですね、このエルボーに。そうですよね、いやもうこの表情を見るだけでもなんかすごく引き込まれるものがありますよね、はい。椎名優香対木月葵の試合ですが、この試合でこの椎名選手がですね、はい、木月選手とぶつかった時に、はい、あ、この子だってピンときたそうなんですよね。はい、あの吉田さんや伊藤選手がその技を伝えたり、その強さを伝えたり、私は感情を伝えたいと、はい、でこの木月選手と戦った時に木月選手が、あ、この子になんかその自分の持ってる感情、試合で感情をこうやって出すんだよってことを伝えたいと思ったって言ってるんですよね。それでこんな容赦ない攻撃をしてるんですかね。さあもうピンときたこの後のこの椎名の攻めであります。さあそのなんかこう会った時に初めてパーンと向かってそういうような気持ちになる時があるんですよね。そうですね、戦ってみて通じるものとか、はい、そこから生まれるものっていうのがあるのでね、はい、はい、まあ、ただ私の中で吉田さんと同じことはできない、私の自分の感情を思いっきり伝えるっていうか、それは伝えるあと戦ったものにしか分からないことっていうのもあるでしょうし、ね、はい、はい、だからそれにしても容赦ないと思ってますけどね。これ一体こんなにこんな締め方があるのかというような逆方行き方でありますが、じゃあ中央そのまま今度は反転してどうやら STF のような形に行きます。いやこれはもう本当強引に締めていきますよね。そうですね、まあそれだけこの木月葵に対するなんか期待感が現れでしょうね。さあうまく返していった。さあ木月葵さん、こいというアピールでようやくここに伊藤カールタッチ。もう伊藤選手は本当に木月にやらせるだけやらして、それからこう助けに入ってた感じですね。そうですね、この渋谷選手と伊藤選手の戦いも注目ですね。そうですよね、あーっとこれはすごい、なんかお人形のように。そうでしたね、人形のように投げられてます。はい、すごい迫力、会場中がどよめいてますよね。しかもこれを2連発いきました。さあ2連発いったと、しかもお尻でホールいきました伊藤カール。本当に伊藤カールっていうのはこの伊吹にとっては難問であり関門ですよね。そうですね、伊藤カールを乗り越えていろんな選手が強くなってまいりました。さあ渋谷選手、伊藤カールを乗り越えることができるか。そうですね、伊吹でいろんな選手が伊藤選手とシングルマッチをやっているんですが、はい、渋谷選手はそれまだなので、そうですよね、ここでいいところを見せて、あるいは伊藤選手を丸め込んだりとかしたら、そのシングルマッチにまた続いていくのかなっていう、そうですよね、ちょっと期待も秘めたこのカードを組みました。なるほど、まあ、あの本当に渋谷選手、もこの伊吹でこの新たな、ね、魅力というのが開花した選手の一人ですけども、ね、はい、さあ今レフリーがちょっとロープレイという村山レフリーがちょっとヒットみたいですかね。そうですね、ロープレイ、それでも渋谷になんとか自分の力でロープブレイクを勝ち取りました。さあしかしここからがすごいんです。もう相手を絶対逃さないんですよね。さあここで金木めった戦闘、もう一回いった戦闘。さあ元気印、木月葵も初参戦はつらつとしています。さあ伊藤薫と木月葵のコンビ、さあ渋谷西がちょっと防戦一方になっている。不思議なコンビなんですけど、コンビネーションいいですね。いいですよね、はい、ちょっとこれはあの伊吹以外では 見たことないし、あの見られないコンビですよね。さあ伊藤薫と木月葵のコンビであります。初参戦の木月葵も非常にいい動きをしています。さあ足2人これ長時間決まってますね。するとかなりのダメージになりますけれども、はい、さあなんとかロープに逃れました。さあこの動きが取り柄の渋谷ですが、なんとかダメージが残らなければいいんですが、さあ今度は渋谷と木月になりました。さあ渋谷選手好きだぞキック。渋谷選手は本当にこのコンスタントにこの息吹であのいい評価を受けてますよね。はい、やっぱり練習熱心なのがね、はい、私の中ではかなり評価するところで、うわ今のと今顔面に思いっきり打ってきました。しかも画面を作ってからのドロップキック、はい、でそのやっぱり練習日々、はい、日々と練習している成果がやっぱり試合に出てますね。そうですよね、はい、
本当にもうあの弾まがないんですよね、渋谷選手の場合は。すごい彼女の成長すごく感じます。はい、はい、さあ渋谷選手、本当にこのインっていうリングで開花した選手の一人になります。いやもう少し体にね、向こう、はい、が大きくなって、そうですよね、なかなかあのちょっと細いですね。そうなんですね、線の細さっていうのはどうしても目立ってしまうんですけれども、まあ、それは本人も課題にしてまして、はい、まあ、ウェイトアップというのはね、一つの課題になってるんですが、なかなかそれは結果につながらないですよね。さあ今度はパンチ攻撃、パンチ攻撃、さあどっちが勝つんだ、どっちが勝つんだ。鈴木選手も負けてないですね。負けてないですね。鈴木のこの表情、お互いに打っていく、打っていく。さあ鈴木が今度は技を変えようだ。おっとロープの反動を利用した。これでようやく倒しました。しっかりやられっぱなしはなれないですね。そうですよね。さあでもなんとかなんとか反撃をしてみたいところだ。ここが逆に繰り返されました。フライに乗り上がってくる鈴木選手。本当にこの一戦一戦成長の度合いが早いですね。はい、そうですね。さあもう一回いくのか。今度も先頭攻撃。さあ鈴木ここからが早い、ここからが早い。もう一回いった先頭。先頭のお返しですね。そうですよね。先頭やられましたからね。さあやられたらやり返していきました鈴木選手。さあ鈴木はここでちょっと動きが止まっています。さあこういう時何か反撃っていうか流れを変えるにはどうすればいいんですかね。あ、伊藤選手が出てきましたね。なるほど、やはりここには伊藤コール、さすがですね。持っていかれそうとしたらもう自分が入ってきましたね。おっと伊藤ぶった。この人は人の3倍ぐらいの威力がありますね。そうですね。さあこのダメージが生きている間に、さあ鈴木が狙うのはダブルリストの体勢でありますが、さあそれをかわしていったのは渋谷。おっとこのまま落としていった渋谷に体落としであります。さあ渋谷がここでなんとかコールを勝ち取って伊藤選手につなげたいところなんですが、さあ今度は椎名優香。おっとこれはすごい、椎名を張っていった、張っていった、張っていった。いやいや、それに対してアホかという顔面切りの椎名優香でありますが、まあでも椎名も嬉しいじゃないですかね。そうですよね。いや今あの表情がね、張られた時のまさかこんなことするのは鈴木さんっていう感じでしたよね。ああ椎名優香張られたらもう思いっきり顔面攻撃で やり返してきました。さあコーナーに追い詰めて、この椎名優香もう本当にあの現役生活にはもう残り短いわけですけれども、この伊吹というリングでまた再評価されましたよね。はい。さあ拷問コブラの体勢、気づき合う、なんと拷問コブラの体勢があります。さあグイ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 締め上げていく。おっとこのまま入り水のため、面白いやり方ですけど、そうですね。この気づきはいろんなことを研究してますよね。はい。しかしやられたらもう本当に倍返しというのは椎名優香であります。さあそれでも勢いはまだ止まらない、勢いは止まらない。さあおっとこれはジャンピングにいいですか。体ごとぶつかっていきましたね。そうですよ ね。さあもう一回いった。いやもう鈴木選手のもうこのいいところっていうのは全身全霊傾けてるというようなね、はい、そんなあのもう技の形とか関係なくやっていきますからね。さあうまい切り返した。おっとそれでもローリング、わあしかしまた強引に行く。これは逃げた方がいいですね。そうですよね。さあなんとか逃げてもらいたい。さあわーっとなんとか1回転するんですが、それでも髪を捕まえて決めていきました椎名優香。さあ脇固めが決まっている、決まっている。おっとこの幅は何に行くんだ。おっとこれはちょっと腕を決めた体勢なんです。ああうまい、よく逃れた、よく逃れました。危なかったですね。危なかったですね。しかし椎名優香本当にしつこいまでに決めてきました。さあここで伊藤カールが入ってきた。今日はなんとかここでいいタイミングで助けてきてくれますね。そうですよね。さあ本当にいいところで出てまいりました。さあここでマシトラの体勢、しかしおっとうまい、気づきが逃げた。そのまま体を入れ替えるが早いです。早い早い早い動き、スポーパッケージ、まさか決まらない。いやー2倍ですね。もっともしくはっていうところでしたよね。さあジャンピングラリアット、これは失敗。さあここで伊藤が出てくるということは殺人技のフルコースか。いやしかし椎名も返す。おっと右手一本で振り返していったのは伊藤薫だ。伊藤選手と椎名選手の絡みも珍しいですね。そうですよね、はい、本当に全長以外になるんじゃないですか。はい、ちょっと本当に珍しい。おっとこれうまい、これは今渋谷のフォローで脇方が決まりましたね、はい。さあ伊藤カールが耐えていたところをうまく渋谷がカットに入りました。伊吹は本当にあのコーナーに控えているのは全然休むままなく自分の出番というのがそうですね。みんなうまいアシストしてますね。そうですよね、はい、本当にこれもう
いつ何時自分が戦うに行かなきゃいけないというのがわからないですからね。そうですね、もうコロナによっても一瞬とかかってますからね。そうですよね。本当にそれが僕町の醍醐味であります。あっと、しかしこの工事開始したスリッパーホールド、いやこれは本当にすごい腕です。そのままぐいぐい締められていく。しかもうまい、シーナも一回ずつ返していきました。さあこのまま腕を取ると関節が決まるんですが、さあ残り時間は残り5分になってまいりました。さあ一体この試合どうなるんでしょうか。おお、これはすごい、右腕1本、いやすごい。あ、でもシーナもまだ戦う体勢いますよ。これもすごい。さあこれはエプロン上でのウディッシュリー、いやシーナ諦めないですよね。そうですね。おっと、しかもまだニードロップ落としていきました。あれだけ腕を取る力士まだいきますからね。はい。さあシーナようやくこの正体にタッチ。さあいい流れを作ってまいりました。さあ飛びつく隙の笑み方で、おっとこれは速いぞ、動きが速い。こう伊藤選手ね、やはりこういう技で決めていくのがいいんですね。そうですね、今うまかったですね。そうですね。はい、しかし右腕1本、ラリアットですぐ流れを変えます。さあパンチパンチパンチ攻撃、ナックがなんとかこの厚い胸板にぶつかっていきます。渋谷シュー、空振りにした。おっとこれはうまい、裏投げ一発、一発が効きますからね。そうですよね、一発ですぐ反撃、全然逆転になりますからね、はい、そうなんですよね。その破壊力がもう凄まじいですからね。はい、でも渋谷選手のドロップキックも、はい、綺麗ですね今ね、はい、上から来てますからね、はい、しっかり。さあもう一回だから踏み込んでいく、これが渋谷シューのミサイルキック、非常にバランスがいいですよね。さあ渋谷はなんとかこのシングルでの伊藤戦のここを手にしたい。さあそのためにはここで伊藤カロを追い込むしかないですよね。はい、さあ相手伊藤に対して攻めて込んでいくのが渋谷であります。さあここはやはり2人がかり、2人がかりでなんとか伊藤を倒したい。あーっとしかし、おほーっと、これはすごい、ダブルドライアップ、そして踏みつけていく、うおっと助走なしのフットスタンプ。さあ先頭はなんとかかわした。さあシーナがなんとか決めたい、なんとか決めたい。さあこの腕を取ればなんとか腕しが決まるんですが、さあこの間に渋谷がトップロップから先頭、すごいですね、腕しと先頭のそうですよ、ね、ダブルの攻撃っていう、はい、全く見たことないですよね今の攻撃。おっと、さあノーザンライトスープレックスカウントス、いや今渋谷がうまくノーザンで投げましたね。はい、かなりの体重ありますからね伊藤選手は、はい、ちゃんとブリッジができてましたからね、はい、さあこの伊藤からの持ち上げてブリッジするという難易度の高いことを攻撃を今やっていきました渋谷中。さあしかし残り時間1分だ。さあ渋谷になんとか頑張って伊藤戦のキックを手にしたいが、あーっとこのままにシックブロックバスター、いやこんな体勢からブロックバスターいきますよね。はい、さあ伊藤からの必殺技がオートバイかわした。さあそのままなんとか足を攻撃していく、足を攻撃して今度は横入りするとエビ固めなんとか決まるか。うーん、惜しい惜しい惜しい。伊藤さんの壁、この厚い壁を今体感している瞬間中、あっとラリアット一発で決まった。さあ一発でこの攻撃の流れが変わるんです。そうですね、もう時間がないので、そうですよね、なんとか頑張ってこれで、そう投げ捨て、投げ捨て式のパワームーン、うわー危ない危ない危ない、スタンプですか。そうですね、さあ決まるのか、最後に決まるの、おーまい、かわしたかわした、おっとシーナのジャンピングライアット、さあもしかしてもしかして、そうですね、チャンスですよ。そうですよね、さあこのままもしかして、あーっとしかし回ってしまった、回ってしまった。さあこのスパイラルボム、どうだ伊藤薫、おー、いやーよく間に合った、いやしかしここでタイムアップ、いやー行き着く間もない展開でしたね。はい、1分時間切れドローでした。